横浜の人気観光地赤レンガ倉庫で20日から宇都宮餃子を楽しむイベントが始まり、多くの人でにぎわっています。横浜赤レンガ倉庫の広場で20日から始まった宇都宮餃子祭りは今年で5回目で、宇都宮の人気店16店が集まりました。餃子を包む皮がもちもちした食感のもの、カリッと焼き上がったもの、パリパリの羽がついたものなど、好みの焼き餃子を楽しむことができます。焼き餃子の他にも水餃子や揚げ餃子、一風変わった洋風ゆで餃子の店も出店しています。いろいろな味の餃子を一度に楽しめるとあって、毎年大繁盛のイベントですが、今年は22日までの3日間で15万人を超える来場者が見込まれているということです。